戦は現在2連敗中です。先の戦いいかがでしょうか。まあ、やっぱり失点が多いというのがちょっと気になるところです。まあ、柏は2連敗中の湘南ベルマーレ対3連勝中の SC 東京、ゲームがスタートしました。左から右へホームの湘南、右から左へ青赤 SC 東京です。五輪代表の候補として、これを奪い切ればチャンスになります。レアンドロ、激しい奪い合い、高橋が行く、お、サポートが来た。さあ東、中2枚、折り返し、アダユトン、マチのスルーパス、これはフラッグは上がっていませんが、抜けてきたのは大橋だ。オフサイドディレイではなかったようです。そうですね、一番奥に小川亮也が残っていました。まあ、ですから水沼さん、これ今日最大の決定機でしたね。そうですね。センターバックの大野が外を回ります。インサイドで受けた高橋のシュート、距離はありましたが狙いました高橋亮、はい、ゆっくりボールに向かいました。ゴールキーパー畑野、前半が終わりました。さて、結局多くのチャンスもなくゴールは生まれませんでしたが、水沼さん、ここまでいかがでしょう。FC東京ボールでセカンドハーフスタートです。稼ぎながらね、試合対応しましたし、はい、まあ、その後もちょっと危なかったのでヒヤッとしましたけどね。さあ、ディエゴ・オリベイラクロス、レアンドロニアで先に触ったんですが、枠の外、決定機でした、レアンドロ。まあ、対応のところで後手を踏みましたね。ワンツー、石原博一が来た、中入れて町野だ、決定機でした、畑のビッグセーブ、東京ポストにも助けられました。セーブですね。ちょっと雨が強くなってきました、ね、抜けてきたレアンドロだ、レアンドロ左を射抜きました、レアンドロ、オフサイドということは戻りオフサイドがあったんですかね。はい、抜けてきました、バングーナガンデ、折り返し、ディエゴ・リベラの後ろ、レアンドロ、しっかりキャッチしました。一瞬ブラインドになったと思いますけども、現在ホームゲーム3試合勝利がありません。あ、奪った田川、田川ラストパス、レアンドロ、レアンドロ切り返しからレアンドロ、ナイスカバー、後ろからシュートが長い、蹴り込んだ長い、83分先制東京。素晴らしいカバーですよね。レアンドロを収めて田川、またレアンドロ、田川ノーファールです。おっと、あ、イエローカードが出ます、田中聡に出ました。いや、これは危険です。やっぱり取り消し退場です。イエローカード取り消しでレッドカードに変わります。田中聡一発レッドになりました。まあ、これは水沼さん、致し方ないですね。そうですね、はいはい、セカンドボールはいち早く長い、ただこれうまく蹴れず拾った岡本、試合終了、永井の一発、 FC 東京アウェーで0対1。